いいえ、私はサソリ座の女。いきなりのドアップでね。はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、バイオハザード4をやっていきましょうか。ちょっとね、前回ね、まあ、孤島に入ってきたんだけど、ちょっとチャプターが長いということでね、一旦ね、ここで終わりにしようかなと思います。ゴールデンウィーク前後ぐらいだったけれど、からなんかちょっとね、映画をね、まあ、ちょこちょこその、なんだろうな、全くその一本丸々見るっていうのは無理なんで、なんか数日かけて一個ずつね、見ていくみたいな感じをしてるんだけど、その中で久々にね、ほら、来月末にさ、日本でもう、間もなくアメリカだと、公開される予定だったけど、ジュラシックワールド3ね、ドミネーションだったっけな、なんか予告見てるといいシーンもあれば、なんかちょっと、っていう風に思う部分もあったりする。まあ、それはいいとして、そのドミネーションあって、ね、ちょっとジュラシックパークのね、1、2、3の旧3部作をね、まあちょっと見たりしてたわけですわ。うん。まあ、1、2は好きなんだけど、3がな、せっかくアラン・グラントさんいい感じで、サム・ニールさんがいい感じで出てきてるのに、ちょっと微妙だな、って思う部分はあっても、その話はどうでもいいんだけど、ちょっとロストワールドをね、ジュラシックパーク2がロストワールドっていう名前なんだけど、皆さんも多分こっちの名前でね、ご存じ上げてる方多いとは思うんですが、えって思ったのが、最後の最後のシーンね、悪いやつがさ、ジョン・ハモンドの甥っ子よ、が、恐竜のテンパーク開こうってさ、で、ティラノサウルスとかね、いろんな恐竜とかをこう、街に持ち込んでっていうオチなんだけど、その最後の最後で、まあ、ティラノサウルスに食われて死ぬわけですよ、その甥っ子ちゃんがね。で、どうやって死ぬかっていうと、その親のティラノサウルス、あ、違う、ティラノサウルスの子供を船の中で見つけて、その恐竜を輸送してきた船ね。で、見つけて、で、あ、お前、何逃げてんだ、さあ戻るぞみたいな感じで言ってた。そしたらその後ろから親ティラノサウルスが来て、で、ちょっと子供を置いて逃げようっていう瞬間に、まあ、足食われて死ぬっていう、あ、足食われてヒーってなってる、なんかコティラノサウルスに食われるっていう話なんですけど、そのコティラノサウルスのワンシーンが、あれ、これ本当にそんなことあるのって思うんですよ。見たことある人だったら分かると思うんだけど、ベロキラプトルってめちゃめちゃ危ないじゃないですか。まあ、ジャンプ力とかもなんか猫かっていうくらい、ピョーンって飛んでくるじゃないですか。で、それはまだ分かると。なんだけど、ティラノサウルスって飛べないんですよ。親ティラノサウルスは。で、子供だから飛べるっていうのもあるのかもしれないですけど、最後、甥っ子食うために、ティラノサウルスが、甥っ子に飛びつくシーンがあるんですよ。ピョーンってですよ。グワッていくんじゃなくて、ピョーンって飛んでいくシーンがあって、えってなったんですよ。え、ティラノサウルス飛べないのに、子供飛ぶのみたいな。ちょっと待って。絶対歩いてんの、こいつ。あ、え、ああ、あんなことあるんだね。面白。まあまあいいや。ティラノサウルスがあんな風にピョーンって飛ぶっていうのは、なんかちょっと違和感を覚えたんですけどね。皆さんちょっともしね、改めて見るシーンが、見ることがあったら、ちょっとぜひ見てほしいんだけど、まあそんな、ベロキラプトルみたいになんか人間の何倍の高さも飛ぶみたいな感じじゃないんだけど、でも、まあ、人の頭くらいのこう高さでピョンって飛んでいくシーンとかあったんで、と思って、だとしたら、親ティラノサウルスもあれ飛べんじゃねっていうね、あれだから、じわじわっていうね、まあなんか非常に違和感を感じた次第でした。もともとティラノサウルスって実は肉食恐竜の中でも最強の生物なんですよね。これなんでかっていうと、いろんな肉食恐竜が、まあ、世界に存在するんですけど、まあ、これ恐竜博士の情報、恐竜博士と呼ばれている人から僕はラジオで聞いた情報なんで、今最新の研究どうなってるかってちょっとわからないんですけど、僕の知る限りでいくと、そのジュラシックパークとかその他のその恐竜の映画とか出てくる肉食恐竜とか、まあ草食恐竜もなのかな、あんな風に走ることってまず難しいらしいんですよ。手がプラン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 、でっていうのは、それは体を支えるために一生懸命なんで、まあ基本的に肉食恐竜なんか特に二足歩行が多いからということは、走るだけの脚力っていうのは、まあ、まず身についてないそうなんですね。じゃあ、で、なんで、じゃあ、じゃねえやな、じゃあなんで、
なんであのティラノサウルスが最強かっていうと、ティラノサウルスっていうのはそのあらゆるその草食動物とかっていうのが走って逃げていっちゃうから追いつけなくて、結局その飢餓になって、まあ、要は飯食えなくて死んじゃうみたいなね、パターンに陥っちゃうから、そうならないようにするために、獲物を追いかけられるだけの追いかけるために走れるようにならなきゃいけんと。でティラノサウルスっていうのは実は最終進化系で、どうやったかっていうと、小さいコンピーみたいな、あの肉食恐竜だったら、やつらは走れるんですよ、うん、やつらは走れるんで、その走れる状態を保ったまま巨大化したのがティラノサウルスなわけなんですよねそうそうそう。で、あの人類最速の男ウサイン・ボルトっていうじゃないですか。もう引退したから、あの今人類最速は誰なのかちょっと分かんないけど、彼がだいたい全速力で走ると、あの時速40キロから45キロくらいになるんですよね。でティラノサウルスは一応ジュラシックパークの映画の中とかだったら時速40キロくらいで走れるってことなんで、あの巨体でウサイン・ボルト並みのスピードで走って追いかけてくるってなったら、俺ら人間どうなのって言ったら、大概の人間は一瞬で食われて死にますと。恐ろしくない？これが恐竜の最終進化系なんですよ。でそれが15メートルいると、15メートルの体長でいると、うん、無理だよね、もうそんなの目の前じゃ絶望するよなっていうね、その恐竜ってそういうもんなんですよ。そのね、あのブラキオサウルスとかね、スーパーサウルス、ウルトラサウルスみたいに全長30メートルとかっていうのもいたりはするけど、まあ肉食恐竜で、まあ、ティラノサウルスと、まあ、比較すると、うん、まあサイズは大きいかもしれないけど、やっぱりあの破壊力っていう意味で言ったら、あの今度ブラキオサウルスとか今度走れないからね、あの長すぎてっていうようなことが言われてるんですよね。あとまあ進化の過程でちょっと面白いなとかって思うのは、あの恐竜ってそのまあ火山の噴火とか、それから、まあまあ自然災害ですよね。あの隕石が降ってきたとか、うわ、ちょっと、びっくりした。走ってくる。これ今、乱発したけどよかった。アシュリーちゃんに当たらなくてよかった。ということで、それそのアシュリーちゃん。目がいってんだよね、これね。まあ、撃たないけどさ。ということで、あ、おとなしく。じゃあ、皆さん、久々のおっぱいタイム。鉄格子が邪魔だな。鉄格子を谷間で挟んでるよ。そんなご褒美プレイヤーも、あの、レオンの子だけでいいです。なんで急にレオンいなくなったみたいな素振りを見せるの？まあ、いいや、いいや。じゃあ、次行きましょうか。まあまあ、それはいいとして、そう。で、その、まあ、火山が噴火しましたとか隕石が噴火しましたとか、粉塵がすごいわけですよね。粉塵がすごいと地上で生活するっていうのが難しくなってきちゃって、あの海、まあ、水の中に潜るか、もしくは空に逃げるしかないっていう風になったんです。まあ、ここ進化の過程がどうだったかっていうのはちょっと正確な部分ではないんですけど、恐竜っていうのは鳥とそれから爬虫類、いやワニ、いや爬虫類じゃない、もともと恐竜は爬虫類だ、うん、やつら卵から生まれんだでじゃなくてワニになったって言われてるんですね。だからワニってその地上で生活することを、まあ、あの捨てた生き物になるんで、足が短くて地上だと遅いけど、その代わり海だと、あ、海じゃない、水の中だと大きい尻尾とかをうまく使って、あの、まあ、あとあの 水かきですねを手に持って、であの泳げるというような生物になってったってわけなんですね。それからもう一方で、鳥に関してはもうあの手を、あの鳥ってその物つかめないからね、あの手の代わりに羽になっちゃってるから、うん、そう羽が生えて、で空で飛べるんだけど、であとね、不思議なのが鳥ってね、あの皆さんよくご存知だと思うんですけど、やつらね、あの歯がないんだよね。全部だから何でもかんでも丸飲みをする生物なんだけど、なんでそうなっちゃったのかなっていうのがちょっとよく実はね分かってないんだよね。多分胃の消化の都合上そうしてるのかもしれないんだけど、でもなんかまあ物噛めた方がいいんじゃないかなっていう気はするんだけど、まあまあ実は鳥ってよく観察すると、鳩にしろスズメにしろカラスにしろね、歯がないっていうね。だから他の生物のことなんか知ったこっちゃないわっていう人もね、中にはいると思う。じゃない、たまにあの生物の話なんかしても、あのバイオハザードもね、一応ね、
バイオっていうのが生物でね、ハザードって災害だからね。うん、言っても別に金稼げるあれもないし、無視。ごめんね、貴重人ちゃん。はい、ということで、じゃあ、このパートはもう戻って、もうすぐでね、あのチャプタークリアになると思いますので、アシュリを救出したところで終了させていただきたいというふうに思います。まあ、戻りがてらね、またねちょっとね、わけのわからない連中がここにいるんで、ういうい、あー、またなんか頭から海に発狂してる。あれ、ここあれはいなかったっけ。あー、なんかめっちゃ落ちる。あ、アイテムがいよいよパンパンになったね。あ、まあいっか。で、ちょっと待ってね、ちょっとスペースを空けようか。卵があれだな。あれ、ちょっと待って、ちょっとよくわかんないことね。てか、そもそもあれかな、ハーブとハーブ組み合わせた方が良かったってこっちかもしんないね。まあ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 、そんなこともあります。ういうい、あー、そっか、発狂中だ。またアップしてる。スライディングしてるし。まあ、そんなことはどうでもいい。ういお疲れさん。で、発狂タイム。OK。じゃあ、戻っていきましょう。もう敵も出てこなさげだね。OK。じゃあ、進んでいきましょう。あー、久々のお色気担当だね。まあ、次のパートだけになるんだけどね。まあ、次のパートはね、一気にまとめてガンと終わらせていきたいと思いますね。はい。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。なんか最近じわりじわりとね、なんでかわかんないけど、登録者数が増えてきているっていうのもあるんですけど、まあね、ぜひね、okay. チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいと思います。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。